こんにちは、のりこチャンネルへようこそ。今回もまた日本から荷物が届いたので、その開封動画を撮っていきたいと思います。今回も国際スピード郵便 EMS で送ってもらったので、確かもう1週間かからないぐらいでパッてきました。重量は 10kg です。では開けてみたいと思います。何が出るかな、何が出るかな。オープン。今回は余計な税金も取られることなくよかった。たまにね、引っかかると税金ちょっと払わなきゃいけなかったりするんですけど。初めに目がついた。何このかわいいバッグ。かわいい。どっかにちょこっと行くときにかわいいです。今回は新しいおせんべいがいっぱい入ってます。こちらはいつもいただいておいしいので、歌舞伎焼け、ででー、 my favorite、 ゆず塩味の揚げせんべい、めっちゃおいしそう。見て、まだまだあります。大袖振り豆もち、豆もち、あー、おせんべいいっぱい、豆もち。そしてお菓子、かわいい洗濯、ありがとう。きのこの味噌汁、だーん、インスタント。こういうのはね、劇場に持ってってお昼の時にポポって入れて飲めるので、めっちゃありがたいです。お味噌汁の具の乾燥版です。切り干し大根、煮物作りたいと思います。おこげのスープ、めっちゃ美味しそう。かつお節、定番です。まるちゃーん、じゃーん、ジャガビー、はい、この間も入れてくれたジャガビー、ありがとうございます。今回ひじきがいっぱいです。ひじき頼みました。これは美味しいです。明治のリッチマンチャンのチョコレートサンド。やっぱ幸せだよね、日本から。お母さん覚えててくれたみたい。辛いのが入ってます。イエス。スープの素、鶏ガラスープの素、うちのご飯、パパッと作れるうちのご飯、青じそ、青じそのチューブがめっちゃうまそう。ゆうめんっていうか、そうめん。たらこさんですよ、たらこパスタの素。これも美味しかった、本当に美味しかった。簡単にできるし、ちょっと酸っぱいんですけど、疲れた時に飲むとめっちゃ体に染み込む感じで、この甘酸っぱさがめっちゃいい。ほんだし、ほんだしもくれた。ほんだし、この醤油2本も入れてくれました、ありがとう。豆板醤、豆板醤、これはカレピが喜びます。じゃがポックルです。これが食べたかった。ドイツ人も大好きなポテト。おそば、たたん、こんな感じですかね、食料品は。今から私が頼んでたやつ見せたいと思います。ビオレの服だけコットン、はい、こちらと、あと詰め替え用も入れてくれました。これは本当に役立つんです。こっちのメイク落としはあんまり、落ちにくくて、公演終わった後パパパって早く落としたいっていう時にこれはめっちゃ便利なんです。だから持ってるとすごくありがたいし、必ず劇場にストックしてあります。そしていろいろ買ったんですよ。これドクタージェルトのクレンジングジェル、これがいいよって言われてたの、ドクタージェルトのこれ買ってみました。そして CNP の、これは有名な化粧のスプレーですね。 CNP のスプレー、はい、乾燥するので1本劇場にストックしてあるのと、あとこっちにもあるんですけど、こうシューってやるともうすぐ肌が潤ってくれるので、これはめちゃめちゃありがたい商品です。特に劇場で化粧する前に、前だったら肌整えないでもうそのままメイク室に行ってたんですけど、やっぱそれだといけないということで、肌を整えてからメイク室に行くためにこれを一つ劇場に置いてシューってかけてメイク室に行くようにしてます。 CNP つながりで行くと、ヒーリングブースターの方、これ今箱に入っちゃってるんですけど、これセットのやつ、CNP のこのエッセンス、これをめっちゃ使うのでこれを買いました。これはなんか特別セットになってるやつみたい。
剃るやつを入れてもらいました。やっぱ日本のは商品めっちゃいいので、これ資生堂のはもうずっと使ってます。あとは、ダイアリー帳、ダイアリー帳は このマークスっていう会社のをずっといつも使ってるので、必ず同じようなのにしてます。これは、トーンアップの、下地がなくなったのでよかった。そしてやっと、ナーズの、はい、もうずっと昔からこれいいなって思ってて、でなかったんですけど、今度なくなったので買い替えてみました。これも、はい、よく使ってた、はい、私の妹から評判で教えてもらったやつなんですけど、はい、これです。まあ知ってるよね。ちょっと今お肌が大変なことになってるのでレスキューしたいと思います。タンタタタン、ティン。ということで、今回も日本から届いたお荷物開封していきました。いかがだったでしょうか。こんなにたくさんいつも送ってくれるお母さん、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。今回嬉しかったものの、ベスト3いきますか。第3位これですね。ジャガポックルです。はい、これは彼にあげます。彼がめっちゃ喜びそう。第2位は冷麺冷麺です。第3位、スープ。これとあとおこげのスープ、おこげのスープ、スープ。このスープ系はね、本当に心も体も温まるので必需品です。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。日本から届いた、宝箱の開封動画でしたが、いかがだったでしょうか。宝箱開封動画は1段2段と、あります。ものすごく好評ですので、これからも続けていけたらいいなと思っています。ではこのビデオがいいなと思った方がいらっしゃいましたら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。